はい、皆さんこんにちは。今日もベルライトやっていきたいと思います。前回の続きですね。脱水キャンプができたよと、前回ですね、こちら新しい第一村人の人が仲間になりましたね。それで、なんだウサギの罠を持っていって、町長さんから次は狼を退治してきてくださいよというのを、聞きましたので、今日はまあそれをやっていかないといけませんね。で、狼を倒すのに何だろうな、弓矢を作りたかったんですけど、そちらの方はまだ研究ができませんので、こちら一緒に行くかな。この人のインベントリー、武器は持ってる。属性は強さとか、なんかスキルがあったはずなんですけど、これか。クラフト配達料理研究。あんまり戦闘には向いていないのかな。まあいいか。とりあえずこの人をちょっと連れて、狼の方を、倒しに行きましょうかね。で、自分も確かコンボを持ってますので、コンボを装備していきましょう。で、狼の場所はもうマップ上に出ていますので、まあこちらの方に向かっていくという感じですね。ということで行きましょう。食べ物、食べ物、キノコ食べてくればよかったな。何も持ってきてませんね。ベリーと焼肉はとりあえず食べているので、まあそれは切れる前になんとか勝負をつけたい。で、とりあえず、あと、伐採キャンプができた。これは、一人の労働者はこれを使用して小さなエリアの木を伐採しますということですね。で、こちらの方に行く。ちょっと待って、なんか、戦いのマークは、味方か。戦いのマークが出てたので、てっきりなんか戦ってるのかと思いましたね。で、アーマー取っていく。マップ的にはまだかな？なんかちょっと戦闘なりそうな人がいる場所がありますので、まあそこはちょっと避けていくようにしましょうか。で、ベリーもちょっと回収しながら行こう。よし、OK。で、下の方に行っちゃってますけど、ここのまっすぐかな？このまままっすぐとりあえず行きましょうか。焼きキノコ食べてこなかったのだけがちょっと失敗したかな。よし。さあ、この人がいたところかな。さあ、どんどん向かっていきましょうか。で、キノコがありましたので、キノコちょっと取っていこう。キノコの収穫。これは焼きキノコになりますから、ベリーよりかは腹持ちがいいっぽいですね。ただ、腐るのは、まあ、そこそこ早い。焼いても腐りますね。で、とりあえずは、もうちょいか。そうそう、装備しよう。で、でっかい石がある。少しスタミナも蓄えとかないといけないな。で、命令が突撃中。なるほど。突撃命令も出せるのか。で、こっち方面、なんか赤いのが3個あるな。右下のミニマップの方に赤い点が3つあるので、おそらく3匹いるんですね。まあ、2人がかりで、どこにいる？なんかいる？なんかそろそろ赤い点なんだけど。あと、これはなんだ？やばい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 。いった。戦ってる。仲間が戦ってる。よし、2人で。2人で頑張って倒すぞ。これ、1人ずつ倒していくか。コンボを1人倒した。やばいやばいやばい。仲間の HP が。ほら。よーし。さあ、OK ですね。よし。さあ、そしたら死骸の方から肉と、これはなんだ？狼の牙か。牙の方取っていきましょう。よし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 。さあ、肉と毛皮がいっぱい手に入ったよ。で、あれ？あと1個は？これ。ちょっとなんか戦闘今頃来てもどうしようもないんですけど。やばい。そしてあと1個回収できないな。で、これはなんだ？銅鉱石。銅鉱石がいっぱい落ちてるので、とりあえず回収。やばい。インベントリーがいっぱいってなってる。キノコちょっと取りすぎましたね。ということで、ベリーを食べる。あと仲間に渡せないのかな？インベントリー。
あ、渡せますね。キノコとベリーちょっと渡しておくか。はいはいはい。OK。で、ドロップしたやつを取っていく。よし。で、銅鉱石がまだありますね。銅鉱石。これはなんだ？枝。よし、銅鉱石がいっぱいある。これは木か。で、銅鉱石。あ、やばい。またインベントリーがいっぱいだ。持ってるかな、仲間。よし、まだ3つ持ってますね。あ、これでかいんか。めちゃくちゃでかいですね。もういいか。まあ、とりあえずこんな感じで、狼の方はなんとか、お、人の骨。倒せましたので、拠点の方に戻りましょうか。さあ、ようやく戻ってこれましたね。とりあえず、いらないものを置いていくのと、あと仲間に、またですね、作業の方にも、あ、やばい、キノコが戻ってもらわないといけない。そして、キノコ誰も管理してなかったら焦げてる。そんなことまであるのか。で、アイテムがここはちょっとしか入りませんね。肉食べよう。このお肉は食べてしまいましょうか。で、こちらの方4つ一応作ってありますので、肉とか入れる、牙はいらない。毛皮が必要なんですよね。で、鉱石置いておく。これで OK。で、仲間の方には、まあ、労働者として頑張ってもらいましょうかね。よしよし。さあ、そしたら自分はですね、長老のところに行って、で、少し報告してきましょう。その前に、やるべきことはキノコを食べる。そして研究ですね。研究いっぱいどんどん増えてきましたので、なんかいけそうなやつあったら作ってもらう。あ、備蓄関係は結構木材があればいけるけど、木材ないな。鉱山キャンプ、あ、鉱山キャンプいけますね。ということで、鉱山キャンプは行ってもらって、その間に自分は長老のところに報告しに行きましょうか。さあ、長老さんのところまで来ましたので、こちら、狼の毛皮を渡してあげましょう。狼についてですかと。待って、あなたはまた戻ってきたのかと。私は要求通り狼が毛皮を取ってきたぞと。なんて言えばいいかわからん。とても感謝します。ハーディンで調査を続けることはできますかと。はい、大丈夫ですよ、みたいな感じか。はいはいはい。確かにあなたは自分自身にとってより危険な存在です。素晴らしい。それでは仕事を始めます。ということで、名声プラス100、ハーディンの信頼は150、もらって、今ここの町は仲間になりましたね。あとは、お尋ねしたいことがありますと。ハーディンについて聞くと。なぜローランドの支配してないのですかと。駐屯地を持っていなかったと思います。そして私の民の原則に従って私たちの権威にも満足していません。最初の、なんだこれは。なんとかであるロバート・コップ影響が来た時にハーンディーンは権威との協力を拒否しましたと。いうことで、ホーンディーンですかと。なんかようわからない感じですけど、OK。で、あなたについてもっと詳しく教えてほしいと。あなたの遺産を回復することを願っていますと。実はもう質問はありません。お手伝いしましょうか。今のところ何もない。よろしい。特別なものを差し上げますと。私はあなたが、私が発見したそれらのコインについてもっと教えてくれると思っていますと。はい、ということで、なんか、購入売る。狼の牙は、50ですね。古びた個人は30か。なんか商人がいてキノコを売ったので、今10だけ持ってますが、とりあえずこれは終わったのかな。ハーディ村、なんか説明が出ていません。おお、なんか、こちらの方は、なんかある。タスクはこれで終わったのかな。とりあえずなんかタスクが今ありませんね。手伝うこともないって言われてますので、まあ、ちょっと村の人と話しながら行くか。古事記って書いてあるな。これなんだろう、フランス語になってますね。それは聞いて嬉しいです。ああ、これ仲間にできるのか。ただ古事記だからな。もう一度よく考えてみます。ああ、なるほどなるほど。こうやって村の人を勧誘していくのか。できたらこういう人を仲間にしたいけど、どう思う？強盗？強盗なのか？この人らはダメなんですね。
ね、貴様は長老に会ったか。これ何って書いてあるんだろう。ちょっと読んだ方がいいかもしれない。こちらの方は、私はこの場所で生き残ってくれる良い人を探してます。私と一緒に働くことを検討してみませんか、ということで。ああ、なるほど。あれか。こちらの方では、仲間に勧誘ができるんですね。鍛冶屋の一人について小僧たちが噂していると。先日、狼に追いかけられて噛まれたらしいんだ。それで人々は彼が狼に似てきたと言ってる。ああ、なんか、あれか。狼男みたいなやつか。はい、さようならということで。なるほど。どんな人を仲間に、こういうなんか普通のなんか白い服着た人は大体仲間にできるのかな。村は解放されていない。ああ、そうなんだ。この人は、鍛冶屋なんだ。鍛冶屋を仲間にするにはまだ無理だよと。信頼かなんか名声が583ないとダメだ。そういうことですね。はい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 。なるほど。で、あ、この黄色い人はなんだ？黄色い人。私たちの新しいハーディの調子はいかがですかと。これから良い提案はありますかと。で、居心地の悪い小屋に住み続けるのは嫌ですよねって。人を募集した後はどうすればいいですか。人々はあなたに加わりたいと思うでしょう。他の質問があります。募集した後は、パドストの長老が盗賊に困っているという話を聞く。そこ行って村人と出会い、信頼を得る機会ですと。はい、アドバイスはありがとう。ということで、なんかイベントもらったのかな。もう一つなんかハテナになってるな。はいはい。私に何が必要。ローランド領主を殺すのに手伝ってください。ちょっと待ってください。本気ですかと。反応を見たかっただけですと。あ、この人もなんか、恨みを持ってるのかな。はいはいはい。あなたについて教えてくださいと。はい、今はそれだけです。まあ、とりあえずなんか、あ、ちょっとしまった。なんか変なの押してしまったな。はい、またお会いしましょう。で、なんか、ハーディの人々から友人の信頼レベルを獲得してください。おお、来た。村の市民があなたを信頼してくれるよう支援することで彼らを雇用して新しいゲームプレイの機会をアンロックできます。クエストを完了したり、建物を建設したり、脅威から身を守ったりすることで名声が上がると。で、こっちはなんだ？これは。村と一定レベルの信頼を築くと、なんか、を行うことができるよと言ってますね。なるほど。このなんか黄色いハテナがついてるのがあれなのかな？クエストを持って、持ってる人なのかもしれないですね。なんかそれか、もしくはこの人は、あ、やっぱ全然足りませんね。738ノーフ。ハテナあるね。ハテナある人がクエスト持ってるのかな。ダーリボーアイク、何かお手伝いしましょうか。神の子がありますように、オスカーが持ち込んだ新しい本の一つを読みふけていますと。ハーブを集めるのを手伝ってもらえますか。もちろんダリボー、喜んでお伝え、やりますよと。これがリストです。外の古い井戸の近くで育っています。少し歩きにくいですが、昔のような体力はありませんと。ということで、ジャーナルに追加しました。思い出のための治療法で、これを追跡する。アイテム、アッサーとセージとアマンを2個ずつ持ってこいということですね。まあ、これは確か、倉庫にあったと思いますので、まあ、取りに行ってきましょうかね。まず、アッサーは2つありますね。で、続いて、アーマーの方が1個。そして、セージが1個。ちょっと待って、なんか焦げたやつがあるな。焦げたやつ、健康プラス8。まあ、いいか、食べてみよう。はい、OK。で、あとはないな。全然ないな。アマがない。あった。で、ベリーもちょっと通る。ベリー腐らないかがちょっと心配ですね。あ、焦げた肉もありますね。で、持って、あとはなんだ？セージか。セージが2つずつ。これで OK と。はい。そして研究が終わってますので、他のなんか研究できそうなのを見ていきましょうか。これは何？鈴か。で、これも無理。これはいけるのかな？朝が確かあったと思うので、これはいけそうですね。よしよし。で、近くにちょっと罠置いてみましたね。これもベリー入れていきましょう。よしよし。これで、とりあえず草の方はありますので、
これを持っていけばおそらく OK なのかな、ということで、これを届けてきましょうか。はい、ということで、もうちょっとですね、ダリボーさんどこだ？ダリボーさん、この人なのかな？あ、違うな。この人じゃないら、ダリボーさんいない。びっくりマークのとこには来てるんですけど、どこだ？ダリボーさんは。この奥、この人か。さあ、ダリボーさんいましたので、草を渡しましょうかね。あまり時間がありません。何か必要ですか？探して、見つけましたかと。リストにあるハーブ、すべてのハーブを持ってます。役立つことを、願っていますよということで、はい、それに私はあなたにこれら持っています。好きなものを選んでください。うわ、なんか、なんだこれ、アグリカルチャー、農業と、下の方はなんだろう、収穫かな、見習いの習い書、収穫とアグリカルチャーと書いてありますね。では、ちょっと収穫をもらってみよう。これなんだ、知識の書。これらの書物には貴重な知識が詰まっていますと、それを使ってあなた自身の能力を拡大するか、P でいけるのかな。検査画面であなたの入職者の能力を拡大してください。それらのスキルを習得して大幅に向上させることができますが、より高度な書物から十分な知識を得る必要がありますよということで、あと古びた工員か。これなんか蝶々と交換できましたよね。で、P がこれですね。今何も上がってないな。本を読んで学びます。で、収穫の本が今持ってるんですね。で、本を読んでいますということで、まあ、経験値が500。で、メーターがあるから、なんかこれメーターが溜まったら、あれかな？もらえるとか、そんな感じでしょうかね。よし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 。では、なんか他にびっくりマーク出てる人。言葉の方が出てる、吹き出しが出てる人のところに行きましょう。これやばいな、高い。よし、あの人だ。ハテナがありますね。この人にちょっと話しかけてみよう。あ、またダリボーさん？なんかお手伝いしましょうかと。年寄りを助けていただく。それはあなたが私に何を望んでるかに、かかってますよと。恩人です。聞いてください。簡単な紐と丸太をいくつか持ってきてください。よし、ちょっと待って、これは。あと、揚げ肉を2つってなんだ？揚げ肉って何？手伝いし、心配しないでください。とりあえず受けたけど、はい、ちょっと一回やりましょう。缶紐をダリボーに届ける、調理され、した肉、調理した肉の塊か。揚げ肉って何かと思った。で、丸太肉を持っていきなさいと。いうことですね。で、組紐がまだ、作れないんですよね、自分は。困ったな。ということで、なんかいつも棒とかあったけど、ないのかな？なんか作れるクラフトであるかなと思うんですが、ここの画面でもありませんね。ということで、まあちょっと紐の方はどうやって作るのかわかりませんが、まあ、暗くなってきたので今日はこれぐらいにしてですね、また次回この続きをやっていきたいと思います。まあこれで徐々になんかみんなの信頼を得て仲間を広げていくという形なんでしょうね。まあそのためにはまだ家の方も必要ですので、まあもう少し家の方とか、あと、キャンプ場ですね。伐採キャンプや収穫キャンプとかも作れるようになっていますので、まあ、ちょっと、キャンプ関係を次回は少し作っていければいいかなと思います。それではまた次回やっていきましょう。皆様、ありがとうございました。Thank you.